そのゲームは地元でイカゲームと呼ばれた。なんならこのゲームはイカのゲームだ。うちは貧乏だ。大したアサリも持ってないし、家もない。このままだとなんか毎日が退屈で飽き飽きしちゃうな。何かいいことないかな。アサリ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 だ。やった、1個落ちてたぞ。よし、これで一発逆転を狙おう。しまった、始まった。どっちが勝つ？頑張れ。いけるか。うわあ、勝てなかった。刺し切れなかった。悔しい。負けた。なんだこの人、今なんか急に現れてどうした？一発逆転の手がある？それは気になるな。なんか怪しそうだけど、ちょっと行ってみようかな。え？どこ？どこここ？気づいたら眠ってしまっていて、知らない人もいるぞ。おい、悪い人、ここはどこだ？なんでこんなところに連れてきたんだ？何？最後まで生き残るとアサリをたくさんもらえるって？一発逆転だ。てか、なんでこの人、お面かぶってるんだ？はい、始まりました。だるまさんが転んだ始まりました。この主催が振り向いた時に止まってないといけません。さっきはだるまさんが転んだ、危ない。最初みんな様子見で動きません。あ、ひでおさんが下名前が韓国っぽい名前。みんな危ない。やられちゃった、ボーイ。早速犠牲者が。あ、だるまさんが転んで、怖い。大丈夫か。なんか動いてる。ヒレオしか生きてない。頑張れ。ヒレオ頑張れ。やばい。大丈夫だ。すごい。危ない。うまい。危ない。だるまさんが。おー、抜けたー、セーフだ。もうあんな殺伐としたのやりたくないな。もうここから出たい。あれ？この人たちは？新しい参加者かな。あの、こんにちは。よかったら仲良くなりませんか？一緒に協力して次のステージ進もうよ。仲良くさ、チームを組もう。仲良くなれました。この3人で次のステージを頑張る。三位一体ってやつだね。よし、みんな頑張ろう。絶対にクリアして生きて帰るぞ。うわー、ちょっと待ってね、これなんだい？なんか数字？いや、記号が書いてあるな。これ何のために用意したんだろう？教えてくれよ。え、ここに行けって？好きなの選べって言ってる。とりあえず近いからこれにしようかな。なんか、丸みたいな記号だ。あ、君は四角で？君は三角か。
じゃあそれでは皆さん、型抜きの方を始めていただきたいと思います。自分の型を書いてください。あ、ひりおさんの方が結構完成して、丸って結構難しいよね。なかなかうまい。お、綺麗。うまい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 。あ、主人公もうクリアしちゃった。ひりおさん、ひりおさんしかもちょっと上塗りしてる、もっと長くしてる。まだ時間がかかるみたいですね。あ、できたみたい。三角ができたみたい。あ、四角もできたみたいだ。主催が見てますね、今ね。大丈夫かこれは。めっちゃジロジロ見てる。四角と三角、成功です。安全にお帰りください。二人とも合格したので、さっそうと書いていきました。最後は、切り拭く。うまっ。なにこれ、本当に。できたかな。あ、できた、ギリギリできた。これは、まあ、俺から見ても、綺麗な丸だもんな。あ、大丈夫だ。大丈夫みたいだ。大丈夫みたい。丸、成功です。お帰りください。おー、おめでとうございます。今回全員無事だったね。三角難しそうだったの。なんか、ひりを煽ってないか、主催を。主催を煽ってる。よかった。誰も、誰も死ななかった。よかった。あれ、型抜きっていうらしいよ。昔の遊び、駄菓子屋さんとかで売ってるんだけどね。よかった。ちょっとこれからも頑張ろう、3人で。よかったよ、仲間ができて。よし、これからも一緒に頑張るぞ。ねえ、さっきクリアしたらアサリいっぱいもらったんだけど、見て。これ楽しいよ、これ遊ぶの。ほら、アサリいっぱい投げよ。これは最高だ。よっしゃー、次のゲームもみんなで頑張るぞ。協力すればなんとかなるはずだ。じゃあ2択です。頑張ってください。好きなところへダイブしてください。いた。おー、セーフだ。分かってるのに分かってるのに死んでた。みんな同じとこ行けばいいものの。でもこうやって死ぬのを教えてくれた。はい、それでは第2問です。2択です。頑張ってください。3問ありますからね。3問クリアできるのか。おー、すごい。ひりおくんも、おー、素晴らしい。それは第3問。あー、いた。あー、待って、そっちは危ないかもしれない。やばいよ。あー、ほら、言わんこっちゃない。しょうがない、みんなの分も僕がクリアするんだ。ここだ。よし、何もない。ひりおくん優勝。ひりおくんイカゲーム優勝です。おめでとうございます。ひりおくんには大金が支払われます。え、本当にもらえるの。わわ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 、アサリがたくさん。こんなに食べきれないよ。嬉しいな。やった。みんな仲間たちやられちゃったけど、まあそれはそれでアサリもらったからいいや。応援してくれてありがとうございます。そしてさようなら。また会う日まで。